教えてください。腰痛はすごい痛いわけじゃなくて、はい、右のここからずっとしびれる感じで、痛いとき、動きすぎたときはここの中が痛くなって、はい、座るのがちょっと大変だったり、去年の今頃ここの膝を数十秒痛めたのがすごい腫れまして、で、すごい水が溜まって2回抜いてもらいました。今も膝は痛い？膝は曲げれるようにはなったんですけど、長時間ができない。ああ、じゃあ正座とかできない？正座はできますけど、すぐ崩します。痛いから。痛い。わかりました。まだ腫れてる？いや、もう腫れはだいぶ引いたんですけど。腫れ引いてる？ OK、わかりました。いろいろ左右均等じゃないですね。OK、ね、まずね、お辞儀してもらっていいですか？どこぐらいまでいきます？これ痛い？腰痺れたりしない？これは大丈夫。大丈夫。起き上がってみて。これは平気？はい。はい、後ろ反ってみて。これはどう？痛くない？はい。OK。はい。横倒してみて。平気？痛くない？反対は？どうでしょう？大丈夫？ OK。ねじってみて。ねじって。これは平気？ちょっと痛い？はい、そのまま、そのまま後ろ反ってみて。あ、硬いね。硬いね。痛いね。OK。反対は？ねじって。大丈夫？で、後ろ倒して。あー、硬いな。OK。OK。はい。前ならないから万歳。はーい。もう、これ問題ないね。はい、腰に来ない？はい、OK。下ろして。はい。上を向いてみて。45度ぐらいですかね。はい。腰に来ないですか？はい、大丈夫？はい。右向いて。はい。問題ない？はい、左向いて。大丈夫？見えない？見える？まあ見えます。腰長いでしょ？はい、ね、全然違うでしょ。僕の指がね 1.5 センチだから、ちょうど 1.5 センチぐらい腰長いの。はい、知ってた？知らなかったです。知らなかったでしょ。でね、これが痛いと思う。あ、痛いです、ね、こっちは痛くない？はい、最近ずっと左足が痛くて、今のアーチのところ。アーチのところでしょ？はい、これね、アーチをあの落ちるように歩いてるんですよ、体重かけたり。だからこれが痛くなってくるの。なるほどね、うん、はい。そしてね、こっちの股関節は柔らかいはず。近づいて、はい、スーッと下ろして、ほら、いいでしょ？痛くない？大丈夫？痛くないです。はい。でもこっちは硬いと思うよ。ほら、硬いでしょ？ね、落ちないじゃない、あまり。はい、両膝曲げて。はい、そしてここが痛いと思います。あ、痛いです。ね、こっちは痛くない？痛くないです。はい、のりこさん、これ痛い？痛くない。硬いかな？硬いね。硬いから。硬いな、これ。はい。こっちはどう？ここからね。はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かしてみて。痛くない？腰にゴキッときました。ゴキッときた。危ない危ない危ない。一瞬。危ないね。オッケーオッケー。はい、で丸まってみます。これはどう？トリコさん。あ、硬。痛くない？痛くはないです。硬いよ。はい、これどう？トリコさん、どう？大丈夫です。こっちはどう？こっちはちょっとしんどいです。しんどいね。オッケー。こっち倒してみて。どう？反対は？大丈夫？はい、はい、足伸ばして。はい、お手でここです。お手でここ、そう、力抜いて、力抜いて、力抜いて、ほら、こっちがついてるけどさ、こっちめっちゃ浮いてるじゃん。はい、わかります？はい、こうなっちゃってるの、うんうん、ね、こうすると、うん、やっぱりこっちの方はもうここに触るけど、はい、こっちは硬いでしょ？硬いです。はい、こっから万歳。そう。そうすると、ほら、こっちちょっと浮いてるよね。はい。ね、肘を伸ばして、肘伸ばして、耳に寄せて、ほら、スカッと。ね、スカッ。一緒はここでしょ？力、うんうんうん、で肘伸ばして、肘を伸ばす。伸ばしたまま耳に寄せると、合わない。合わない。ね、こういう感じの左右差があります。はい、これを直していくね。はい、力抜いてて。はい、のりこさん、力抜いて。はい、息を吸って、はい、吐いて、はい、楽にしてください。はい、OK。はい、膝を曲げて、これ柔らかい。うん、どう？柔らかいでしょ？はい。はい。こっちに倒して、はい。どう？めっちゃ柔らかい。こっち硬かったけど、はい、どう？ほら。大丈夫。痛くない。いい？はい、両膝曲げて。はい、お尻を動かしてみて。
ほら、どう？ガキってこない？大丈夫、はい、大丈夫ね。はい、丸まります。はい、のりこさん、どう？より上がります。すごい、いいでしょ。はい、はい、これどう？やろっか。痛くない。こっちは？やろっか。はい、こっち倒して。平気？はい。反対は？大丈夫？はい、はい、足伸ばしていくよ。お手でここです。そう、力抜けて。はい、のりこさん、ほら、違う。ほら違った。両方ほら、同じぐらいでしょ。こっから、こう。肘を伸ばして、耳に近づけて、ほら。さっきみたいにスカッてならないでしょ。OK。で、今度は、うつ伏せ、あ、横向いてみて。そう。さあ、のりこさんね、今から背骨を触っていくね。はい、痛かったら教えて。これ痛くない？痛くない？ん、私、あんまり痛みが…痛み感じない人？鈍いので。うん、問題ない？大丈夫です。違和感ない？はい。大丈夫？大丈夫？はい。大丈夫？この辺は？若干若干ある？こっちは？そこが痛い？痛いです。 OK。 はい、ちょっと潰したです。メガネ取っちゃうか。いい？そこ、はい、あ、じゃあ、椅子の上の方に置いておきますね。はい、はい、息を吸って、はい、吐いて。よし、OK。はい、仰向けです。みこさん、これでも痛くないと思うよ。はい、これ。柔らかいでしょ？はい。はい、こっちもチェック。いいね。はい。はい、両膝曲げて。はい、お尻をピンと上げてみて。痛くない。痛くない？はい、OK。はい、丸まるのが平気？おお、すごい。痛かった？はい、それどう？あ、いいね、いいね、いいね。あ、とってもいい。めっちゃ柔らかくなった。もう分かる？柔らかいになったの、はい、ね、これで一回立ってみて。はい、じゃ無理なくお辞儀してみて。おお、痛くない？はい、はい、後ろはどう？大丈夫？はい、横はどうでしょう？横、うん、そう、そして後ろに反ってみて。そう、あ、動きが出てきたね。はい、反対お願いします。これで後ろはどう？全然違う。おお、出てきてるね、動きが。はい、上向いてみて。あ、さっき45だったのに、だいぶ水平になってきた。ありましたね。うん、はい、もう一回仰向けでいいですか？はい。うん、ちょっと足りないのが、上向きね。はい。しびれのどっちでしたっけ？こっちです。右ね。はい。はい、違うんだよ。こっちから行こう。して、のりこさん、はい、ここ違和感ない？あります。あるでしょ？はい、これ触れる？自分で。ここ、はい、ちょっと違和感あるでしょ？はい、で、反対のお手手で、反対の手で、そう、ここ痛くない？痛いです。ここ触って？ちょっと待って、待って、はい、ここ、ここです。あ、痛い、痛い。痛いでしょ？そのまま触って、そしてこれね、こうするとどう？そこ痛くない。痛くないでしょ、はい、ってことはここなんだな。痛たたた、ここ痛いでしょ、はい、でも首痛くじゃない。痛たたたた、のりこさん、首痛くでしょ。痛くない。痛くないね。ってことはここから全身症状なんですよ。へぇ、うん、はい、のりこさん、これでね、この上で正座してみて。どう？大丈夫です。今大丈夫？はい。どれくらいの時間座ってたら痛くなってくるの？いつも。もうこれで痛いはず？うん、もう、かばって、あまり曲げない。ここはつるんですよね。うん、今大丈夫？今全然大丈夫。OK。もうちょっとやらせて。はい。潰してね。はい。やらせてみて。もう、何のストレスもないと思う。本当だ。いいでしょ？はい。はい。うん、お尻のしびれはどうかな？あ、ないです。今大丈夫？はい。ちょっと立って歩いてみて。
ちょっとこの長い廊下を歩いてみよう。軽いでしょ、このちょっと少し早歩きで。あ、全然こっちが違います。ね、こっちが痛かったので。うん、膝の調子もいいじゃない。はい、普通の人みたい。マリコさん、はい、どう？痛くないです。痛くないでしょ。はい、そう、これをやってくれればもう座骨神経痛とか膝の痛みだとか正座のあれがなくなってくる、はい、ストレスがなくなってくるので元の生活に戻ります。わかりました、ありがとうございます、ね、はい。